経過もと運送業を展開しております合同会社おもてなし便の椎根翔です。はい、ということで、こちらの動画でですね、今私の自己紹介というテーマで皆様にシリーズをお送りしておりますが、今回もですね、金町支店行って秋の、おしも食べる会、こちらもシリーズになってますので、こちらもよろしくお願いいたします。はい、で、おしも食べる会、メニューを、構成するにあたって考えたことをいくつか申し上げました。で、その中でですね、まあ、ちょうどいいタイミングだったので、9月に、確か9月だと思います。10月開催なんでね、秋の、美味しいもの食べる会が。9月にですね、築地市場見学ということで、3回ぐらい分かれて行ったんですかね、確か。まあ、当時定休日なかったお店だったので、3回ぐらいに分かれて、ちょいのメンバーと、あと、表の、ホールのスタッフと、何人かとで、築地市場に見学行って、で、その後、横浜の中華街に試食行ったりとかして、で、まあ少し情報を得ながらね、やったり、あとは中華街行って食材買ってきたりとか、いうようなこともしたりしてました。ということで、まあこういったことで、まあいろいろと、その、まあ、やること自体はもちろん勉強になるんですけども、まあ、社員教育という部分でも、皆さん勉強になったとは思っております。ということで、この続きはまた次回ということで、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。